誰か、誰でもいい。お願い。この女性の声が聞こえてくるような絵だ。鉄道に乗っている男女の姿が描かれている。若い女性は何かを訴えかけるようにこちらを見ている。彼女は全身に黒い服、おそらく喪服を着ている。親しい人が亡くなったのだろう。彼女はその人を弔うのに向かう。もしくはそこから帰る途中なのだ。そんな彼女に話しかける一人の紳士がその左側にいる。スーツに帽子と大きな蝶ネクタイの立派な口ひげを持つ中年男性である。彼はタバコを持ちニヤニヤしつつ彼女に話しかけている。彼女はこの話しかけてくる彼を迷惑だと感じている。彼女の表情には悲しさと苛立ちが混じり、口は閉じられている。しかしこの男は話しかけるのを止めるつもりはないだろう。彼はわざわざ座席から身を乗り出し彼女に話しかけている。返事がないことを気にしている様子はない。誰も彼女を助けてくれないのだろうか。残念ながらその通りだ。彼女の隣と前には荷物が置かれているだけで人はいない。画面の左端にひっそりといる男性はどうなのか。彼は気がついていながら無視をしている人物だ。彼は画面外にある左側の何かを見ている。もしくはその振りだ。そんな彼の視線はこの困っている女性に関わらない意思をはっきりと示している。この狭い車内で目の前のやりとりに気がつかない方が難しい。これは彼の意思表示なのだ。彼女は残りどれくらい耐える必要があるのだろう。その感覚は永遠に近いはずだ。彼女の顔には一筋の涙が見える。この涙は何に対して流れてしまったのだろう。紳士が話しかけるのを止める様子はない。この作品はベルトルト・ボルツェの鬱陶しい紳士。150年前に制作されたこの作品。この作品の描いた風景は過去に過ぎないだろうか。彼女は私たちを今も見つめている。